決定、狂気持ち込み6人タグハードコアマッチ30分一本勝負を行います。レフェリー、トミー。試合に先立ちまして、この試合のルールを説明いたします。この試合は、レフェリーが特に危険とみなすもの以外のウェディング、結婚に関する狂気の使用が認められます。また、カラーズチームが勝利した場合は、サキ選手に、プロミネンスチームが勝利した場合は、セナリサ選手に勝利者賞といたしまして、プロレスに理解のあるこの場で即結婚も可能な男子が贈られます。やめろやめろ。
しょ。Thank you.
かったか。Come on!
ー沖田こと沖田義忠さん、50歳バツイチ子持ち、プロレス歴33年、栃木在住、貯金ゼロ、趣味プロレス、特技リングアナウンス、座右の銘はお金はないけど夢はある。プロレスに全てを捧げ、プロレスに理解のあるとっておきの男性をご用意いたしました。世良さん、おめでとうございます。それでは世良選手、どうぞ婚姻届を受け取っていただき、永遠の愛を誓う儀式といたしまして、熱いキスをお願いいたします。だからもう女子プロレスはやだって言ったんだ。大丈夫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 。